さてと、次はどこに行くとすっかな。ここにはさっき言ったが、もう一度行ってみっか。王さん、まだ何か用か？なあ、別に用ってほどでもないんだが、一つだけ引っかかることがあってな。つまり。どうして俺が5年前の事件のことにそんなに詳しいのか、だろ？なあ、あの事件があった頃、俺はある雑誌でライターの仕事をしてたんだ。その時に例の事件の記事を任されたってわけさ。ライター？当時は全くの無名だよ。今とは名前も違うし。でもこのペンネームのおかげでまた奴らと交わることになるとはね。さてと、次はどこに行くとすっかな。トーン！またやってるよ。次は仙台、仙台。さてと、次はどこに行くとすっかな。あ、森さん、今スタッフに昼飯配ってるんですけど、よかったらお一ついかがすか、駅弁。あ、今はいらないって言ってるでしょ。悪いが、でかい声出さんでもらえますかね。おっさん、二日酔い引きずりすぎだぜ。だから余計なお世話なんだよ。さてと、次はどこに行くとすっかな。ここにはさっき言ったが、もう一度行ってみるか。あ、さてと、ここにはさっき言ったが、もう一度行ってみるか。毛利さん、まだ何かご用ですか。まあ別に用ってほどでもねえんだが、部屋に帰りづらくてな。多分。さてと、次はどこに行くとすっかな。ここにはさっき言ったがもう。って開いてるんだよな。ま、いるわけねっか。さてと、
ここは確か杉本さんの部屋だな。あかね、杉本さん、毛利ですが、少しよろしいですか。すみませんが、気分が良くないんです。もうしばらく一人にしておいてもらえませんか。あ、これは失礼。お次は一ノ関、一ノ関。次はどこに行くとすっかな。使用中かよ、ついてねえな。みんな席についているみたいだな。なんだこれは。見たところトークンのようだが、ま、事件には関係ないみたいだし持っておくか。使用中かよ、ついてねえな。杉本さん、毛利ですが、少しよろしいですか。すみませんが、気分、もうしばらく一人にしておいてもらえませんか。これは失礼。誰の部屋だ。おう、あ、毛利さんだよね。カメラマンの宮村です。よろしく。ああ、よろしく。あんまり頑張らないでくださいよ。俺は今回は個人的に大熊を応援してるんだ。誰の部屋だ。わーい、あ、毛利さんでしょう。私、メイク担当の妙子、よろしくね。おお、か、かわいい。いかいかん。あ、毛利小五郎です。はい、よろしく。毛利さんにお願いがあるんですけど。あ、何か。実は今回の推理対決ジャガーさんに勝たせてあげて。え、だってタエコはジャガーさんを応援してるんだもん。あの人ってすっごくクールじゃない。うわ、すっげえいびきだな。一体どんなやつが寝てるんだ。起こすのも悪いし、タイさんすっか。
人が引いたな。まだ食べてるのはあの席のおじいさんだけか。ラウンジに車掌がいるな。そろそろ切符の点検か。使用中か。